皆さんこんにちは。千葉ミレート JP がお送りします、志保西浦の3分ドリンキング、ヤッホーヤッホー、ありがとうございます。西浦さん、これまでの動画配信好評でございます。ありがとうございます。また今回もよろしくお願いします。お願いします。何でも今回ご紹介いただけるのはとても珍しいお酒だということを伺ったんですけど、はい、どんなお酒ですか？はい、愛媛行ってもあまりちょっと見つけることが難しいって言われてる花姫桜っていう銘柄ですね、の書いてありますけど、薄濁り純米吟醸酒の生酒で、お米なんですけれどもちょっと表記がなくって、愛媛だけ栽培して使われてる松山みっていうちょっと珍しいお米を使って 60% 精白で作られてます。いろいろお米なんかも珍しいです、はい。他に何か特徴ってありますか？はい、これがですね、数日前にこのお酒作ってる新居浜のジュリーこと近藤社長とちょっと電話でね話してたんですけれども、このお酒実のこと言うと、私がこんなお酒欲しいなっていう要望で作ってもらったんですよ、うん。でまあ、お酒できたらね、うちもそうですけど愛媛県内もそうです、全国的に取扱店さんありますので、各店舗に紹介されるっていうふうに私は思ってたんですけど、まあそうですよね、普通に作られればね、ですよね、で思ってこう話を進めていったら、いやいやいや西浦君とこしかこれ流してないんだよ。愛媛県で作られてるお酒なのに、はい、愛媛 の、はい、県内のお店には置かれずに、はい、飛び越して、はい、千葉の西千葉の、はい、主婦西浦さんに置かれてるんですか？はい、うちしかございません。不思議不思議不思議、オリジナルでございます。はい、じゃあこちらでしか手に入らないお酒ってことですよね。はい、うわ、それすごい特徴じゃないですか。激レアのお酒になっちゃいました。なおさら期待感爆発ですね。はい、早速ちょっといただきたいですね。はい、はい、ぜひぜひ。ちょっと花姫桜、はい、ね、すごい。はい、こちらですね。はい、お、ちょうど薄濁りか。そうですね、ちょっと霞むぐらいの薄く濁った感じですね。どうぞ味見てください。はい、いただきます。はい、今までいただいている薄濁りとはまた違った感じがします。はい、すごく口当たり柔らかくって、で、まあ、薄濁りっていうのもあるんだと思うんですけど、ちょっときめ細かいガスっぽさ、あ、なんかピリッときすぎない、そうですね、程よい感じがいいですね。はいはい、本当にチリチリのチリみたいな感じですね。うん、で口含んで味わい感じるのがレモンとか、まあ、黄色い皮の柑橘系の風味だったりとか、あとメロンもそうですけど、でちょっとラムネっぽさみたいな、ちょっとほの甘いというかね、すごく分かりやすく美味しく感じやすい味がありますよね。で薄濁り独特のお米の旨味を、はい、この濁り感がお米の美味しさ出してるって感じですね。です、そうですね。で、飲み下した後にちょっとだけミルキー感みたいなね、これも濁りからのものなんですけど、ミルキー感もちょっとあって、はい。だとしたら、これおかんなんかおすすめかもしれないですか。はい、そうですね。おかんね、40度ちょっと、50度かけるぐらいまでいってもいいと思います。すごく旨味がしっかり乗っかってきて、はい、優しい美味しさになると思いますね。もちろん今いただいたみたいにね、冷たくても美味しいし、はい、おかんも美味しいし、そうですね、感じなんですけど、はいはい、お料理なんかどうですか？そうですね、白身のお魚のお料理なんかはすごく合うんじゃないかなと思います。はい、お刺身もいいでしょうし、煮付けとかね、焼き魚もすごく合うと思います。で今の時期やっぱり
寒くなってきて、ね、食卓の定番になるお鍋、あ、お鍋ね、はい、あの寄せ鍋とか、うん、まあ、ポン酢使うね、うん、そうそうそう、そんな感じのお料理なんかもすごく合うと思うんですよね、はい、はい、いや、すごい、もう隙がないって感じでそうですねよろしくございます、はい、ありがとうございます、さすが、はい、花桜、間違えた、花姫桜花姫桜、花姫桜、ありがとうございます、はい、はい、西村さん、はい、とても美味しいお酒をご紹介いただいたんですけども、はい、まだ言い残したことあったらぜひ、はい、ですね、うち遠い愛媛からいろいろ種類がございます。で、今最新のお酒がですね、こちらの雫姫って書いてあるお酒なんですけれども、あの雫姫は愛媛のお酒造り用のお米の公的米になりますの 50% 精白、結構しっかり磨いて、いわゆる大吟醸クラス、純米大吟醸になるんですけれども、花姫桜から出てるこのお酒に関しては純米吟醸として出てますね。すごくお買い得だと思います。そして何と言っても平成26年のお酒だったりとか、熟成してるお酒です。近藤社長、何て言うのかな、知ってる方はですね、ちょっとチャラッとじゃないけどすごくユニークな方なんですけれども、お酒作りの基礎がすごくしっかりしているので、熟成酒から新しいお酒まで全方位で楽しめるお酒を作ってきてくれてます、はい、ぜひお会いしてみたいぐらいなですねもうコロナ明けたらそうですね、ぜひぜひ、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、花姫桜ご紹介いただきました、はい、ぜひね、本当に珍しいお酒ってことですので、はい、西場の主婦西浦さんの、お店でぜひお伺いしていただいて、いらっしゃっていただいて、待ってください最後よくわかんない大丈夫、うん、でも良かったです、本当に、はい、ありがとうございます、はい、以上です、よろしくです